こんばんは、カリエシリュウジなんですけど、また紅白の話なんですけど、ルセラフィムっていう、のですね、なんちゃらっていう曲をね、歌ってですね、批判殺到されていて、まあ本当にね、口パクだのね、特に宮脇さくらさんの方がなんか、批判殺到もされていて、こいつ下手だなとかね、口パクだなとかね、言っていた方もいましたね。いや、なんで、特に宮脇さくらさんの方に批判殺到されてるのかがよくわかんないんですけどね。もう本当にね、心ないこと言う人いますね。はい。もう本当にね、もうどうしようもないって感じでしたね。はい。わあ、本当に。ちょっと鼻が、相変わらず鼻がちょっとね、詰まってて、ちょっと鼻声で申し訳ないんですけどね。まあ、というわけで今回の話は、紅白にですね、ルセラフィムが出演していて、まあ、なんちゃら、まあ、ちょっと読めないのであれなんですけど、それで批判殺到されていたことについてのね、お話でした。ご視聴ありがとうございました。では、失礼します。